青コーナー180センチ89.6キロ、初代キングオブパンクラスヘビー級王者、高橋よしき。裸一貫、拳の塗性人、殴り合高橋よしき。赤コーナー177センチ88.5キロ、ケージレイジ世界ライトヘビー級王者、メロディンマルーフ。7メートルのジャングルで暴れ回る猛獣、メルビン・マルーフ。ヒーローズ2007開幕戦、日本の殴り屋高橋と、そして猛獣メルビン・マルーフ。さあ、いよいよこの初見山の高橋、マヌーフにどのような戦いを挑んでいくのか。立川さん、なんといっても去年大きなこのインパクトを残したのがマヌーフですね。そうですね、ものすごい、本当にまさに猛獣というか、はい、猛獣ごときのアグレッシブさでですね、ガン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 突進していく、はい、ね、打撃主体のファイターなんですけども、まあ本当にいわゆる本当ゼニーの取れるファイターですよね。はい、そして高山さん、はい、同世代の高橋選手、はい、この高橋選手の初見山、これまた注目ですね。高橋さんもね、ボコボコに殴り合いやりそうですからね。ルール上認められないものを屋敷と塗っていたため、なお1ラウンド10分、2ラウンド5分。レースカン、はい、イエローカード、足に松ヤニをちょっと塗ってた感じですね。いきなりの減点位置ですね。足の裏に松ヤニを塗ってたっていう。あ、厳正なチェックが行われました、イエローカードが出ています。さあ、ヒーローズワンマッチルール、この試合は1ラウンド10分2ラウンド5分で争われます。ナビゲーターの井上若さん、はい、激しい試合になるでしょうね、これは。ねえ、でもぜひ高橋選手には初参戦なので、ぜひいい結果で語っていただきたいなと思いますね。さあ、いよいよ幕を開けます、高橋マヌーフ。日本とオランダの猛獣対決、いよいよ幕を開けました。オランダの世界の猛獣マヌーフか、それとも日本の殴り屋高橋か。高橋選手はね、本当殴り合い、本当得意な選手なんですけども、もともとだからもう一つの顔として、やっぱり本当レスリングのね、はい、日大出身のレスリング部ということで、タックルが非常にうまい選手なんで、そうですね、今日は殴り合わない方がいいと思うんですけどね。はい、マヌーフもこれ去年の戦いに比べるとだいぶまず立ち上がり落ち着いてるんじゃないですか。そうですね、慎重に蹴りを見せていった、まず蹴っていったマヌーフです。この辺りは手でガードしています高橋。高橋はまずこのマヌーフに対して何を出していくか。いや、もうタックル行くタイミングを測ってるんだとは思うんですけどね、今回この高橋も今までの殴るというそのことばかりに固執するのではないか。左のパンチが飛びました。いいパンチありましたね、高橋選手のカウンターですね。マヌーフの蹴りです。さあ、タックルにいった、タックルにいった、さあどうだ、足を掴んで片足、ナイスタックルですね。マヌーフが切っている、ましたね、タックルを切りに行きました、ましたね。さあ、膝を入れていきます、メルビン・マヌーフ。冷静ですね、冷静ですね。メルビンのタックル切るのもうまいですね。まあ、高山さん、このマルーフの場合は非常にパワーもスピードも両方ありますからね、反射神経もあるし力もあるから、ああいうの厄介だよね、はい、マルーフが1メートル77センチ88.5キロ、一方高橋が1メートル80センチ89.6キロという前日の計量です。今第一サックルだったんですけどね、蹴り、マルーフの蹴り、さあ飛び込む、このタックルに行きますか。ここも上手く切っていった、タックルの反応がすごいですね。マルーフタックルを切る、高橋殴りに行く、タックルの反応がすごいですね。最後高橋右の目から出血しています。さあ、再び胴にタックルに行きました。高橋右を差しているのが高橋です。高橋選手も冷静ですよ、だけど、はい、今までの殴るということに対する固執、それを今回はあえて捨てたっていいんだと、そのぐらい自分も年齢を考えた戦いをする、とにかくこのヒーローズという舞台に上がるということが大きなチャンスだし、今年は勝負だと思っていると高橋は言っています。高橋選手もね、桜庭選手とね、はい、ずっと一緒のリングに上がりたいっていう、そうなんですね、今回初めてなんですね。ついにその夢が叶ったということを言ってましたが、アドバンチャー、高橋倒れた、高橋倒れた、さあ後ろからマルフが殴りに行く、マルフ選手が入った、マルフのリング、さあ高橋、高橋選手に行く、名古屋の中に行った、左、さあ拳振り下ろしていく、マルフの拳、マルフの拳、マルフが
殴り勝った。すごい勢いですね。やっぱり止まりませんね。猛獣の拳でした、メルビン・マヌーフ、猛獣の拳炸裂しました。2007年の初戦、日本の殴り屋高橋を相手にメルビン・マヌーフ、メルビン・マヌーフ殴り倒しました。マヌーフです。冷静にタイミングを測りながら、ここが勝機と見るや一気に畳みかけていった。やはりマヌーフの去年の負けから学んだ新しい自分を見せていきたいというあたりが出たような試合です。このパンチで高橋が思わず崩れ落ちた。高橋選手も慎重に戦ってたんですけどね、はい、とにかくこのタックルの切る反応のスピード、これがね全てだと思いますね。高山さん、高橋が2回いいタックルで入っていくタイミングがあったんですか、ね、うん、だけどあそこまで綺麗に切られるとは思わなかったんじゃない、それでちょっと焦っちゃったかもしれないね。まあ、とにかく去年の戦いではもう頭からガンガン行くというのがこのマルーフのスタイルでしたが、決勝で敗れたことからこう一つものを学んだんだと、考えるってことを加えるんだと言ってましたが、このタックルの反応ですよね、もう倒さなきゃどうしようもないですから、はい。